ますので、おそらくまずご来賓の皆様方のご起立をお願いいたします。ご来賓ご見学の皆様方もご起立をお願いいたします。高野ちゃん、それでは一度礼。どうぞ大臣の皆様方お座りください。質問しましょう。それではただいまから長野市武道協議会設立式典並びに第1回長野市武道祭を開会いたします。本日進行担当いたします峰村といいますが、よろしくどうぞお願いいたします。それでは最初に長野市武道協議会設立宣言を武道協議会副会長でいらっしゃいます小林勲様、よろしくお願いいたします。長野市武道協議会設立宣言。長野市武道協議会は武道を広く理解していただくために、長野市柔道協会、長野市剣道連盟、長野市弓道連盟、長野市空手協会、長野市合気道協会、松林寺松林拳法長野南スポーツ少年団、長野市居合道会、長野市柔道会、長野市古武道連盟がそれぞれの思いを寄せ合い、一致協力、目的達成に向けて数回の会合を開き、当協議会を設立する動きが現れました。加盟武道団体総務の連絡、協調、誘導を図り、長野市内で武道が盛んになるよう力を尽くしてまいります。そのような観点から、本日ここに長野市武道協議会の設立を改めて宣言いたします。昭和28年11月3日、ありがとうございました。武道協議会が設立をされました。続きまして、武道協議会を代表いたしまして、滝沢義人会長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。
共栄という活動を一層充実させ、長野市の活力として現代武道の普及振興に尽力してまいります。最後にこれからの長野市武道協議会の活動にご理解とご支援を賜りますようお願いいたしますとともに、ご関係皆様の一層のご活躍ご留守を記念いたしましてご挨拶といたします。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、本日大変公私ともにお忙しい中ご臨席を賜りましたご来賓の皆様方からご祝辞を頂戴したいと存じます。まず最初に長野市文化スポーツ振興部長倉石義子様、よろしくどうぞお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。本来ですとご案内いただきました加藤久夫市長が参りまして、ご挨拶申し上げるべきところでございますが、所要でございまして、それはございません。代わりまして、私、ご紹介いただきました、長野市文化スポーツ振興部長、倉石でございます。ご挨拶申し上げたいと思います。長野市武道協議会が関係する10団体の皆様のご参加により、無事設立され、11月3日この良き日、本日ここに設立式典、並びに第1回、長野市武道祭が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。長野市では、誰もがスポーツの楽しさを実感し、明るく健康的な生活を送ることができるよう、スポーツを軸とした町づくりを推進しております。日本古来の武道は肉体面に加えて精神面も鍛錬することができます。また相手を敬う心を大切にし、丁寧な所作や行動を心がけるなど礼節が身につき、人間形成の学習の場ともなります。このような中、市内の各武道団体が代表を団結して長野市武道協議会を設立されましたことは大変意義深く、その設立の趣旨である武道の振興と青少年の健全育成に大きく寄与されるものと確信しております。またこの協議会設立を契機に、これまで個別に活動されてきた各団体が連携し、相乗効果が発揮されることによって、新たなスポーツ振興の方向性が示されることを期待しております。結びに、本日の式典および武道祭を開催するにあたり、ご尽力いただきました関係の皆様に心から敬意を表しますとともに、長野市武道協議会のご発展をご記念申し上げ、挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございました。倉石様、ありがとうございました。続きまして、公益財団法人長野市スポーツ協会理事長土屋隆一郎様、よろしくどうぞお願いいたします。ただいまご紹介いただきました長野市スポーツ協会の理事長を務めております土屋隆一郎でございます。武道協議会の設立および第1回の長野市武道祭が開催するにあたりまして、一言お祝辞を申し上げさせていただきます。本日ここに武道10団体の一致協力のもとに、武道の普及振興および青少年の健全育成に尽力されることを趣旨とした協議会が設立されることは大変有意義なものであると考えております。我が国古来の伝統と歴史に培われたこれらの武道は、単に勝ち負けにこだわるだけの競技ではなく、技を競い合う中で目標に向け全力で立ち向かう強い心や、
他人の痛みを理解し、相手を思いやる心が培われ、心豊かに成長するということで、こちらも大変有意義なものであると思われます。本年大変な話題になりましたリオオリンピック・パラリンピックでも武道のいくつかの種目が紹介されました。その中では勝敗だけのみならず、今お話をしました相手を思いやる心でありましたり、あったり、武道の礼節を重んじる心を見まして、それに感動し、日本人のみならず世界中の皆さんが涙したことは記憶に新しいところであります。本日は日頃鍛えた心と技の模範演舞をここ松代町文部学校で十分に発揮されるとともに、各武道団体の仲間と大いに交流を深め、素晴らしい思い出をたくさん作っていただき、各武道を通じてたくましく心豊かになられますことをご記念申し上げます。終わりに本協議会設立にあたり、滝沢義人会長をはじめ関係の皆様方に心から敬意を表しますとともに、演舞会のご成功を記念してお祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございます。土屋様ありがとうございました。続きまして松代地区住民自治協議会会長西村茂俊様、よろしくどうぞお願いいたします。西村様ありがとうございました。続きまして武道憲章の朗読を武道協議会副会長中島慎一郎様、よろしくどうぞお願いいたします。よろしくお願いします。武道憲章。武道は日本古来の勝負の精神に由来し、長い歴史と社会の変換を経て儒から道に発展してきた伝統文化である。かつて武道は真に一流の教えにのっとり、礼を治め、技を磨き、身体を鍛え、身胆を練る、修行道、鍛錬法として洗練され、発展してきた。このような武道の特性は、今日継承され、旺盛な活力と精神な気風の源泉として、日本人の人格形成に少なからず役割を果たしている。今や武道は世界各国に普及し、国際的にも強い関心が寄せられている。我々は単なる技術の修練や勝敗の結果のみに溺れず、武道の真髄から逸脱することのないよう自制するとともに、このような日本の伝統文化を維持・発展させるよう努力しなければならない。そこに武道に新たな発展を期し、基本的な精神を挙げて武道憲章とする。目的第1条、武道は武技による心身の練炭を通して人格を磨き、識見を高め、優位の人物の育
育成にすることを目的とする稽古第2条、稽古にあたっては終始礼節を守り、基本を重視し、技術のみに偏らせず、心技体を一体として修練とする。試合第3条、試合や形や演武に臨んでは平素連の武道精神を発揮し、最善を尽くすとともに、勝っておごらず、負けて悔やまず、常に節度ある態度を堅持する。道場第4条、道場は心身鍛錬の場であり、規律と礼儀作法を守り、静粛、清潔、安全を旨として厳粛な環境維持に努める。指導第5条、指導にあたっては常に人格の統治に努め、術理の研究、心身の鍛錬に励み、勝敗や技術の功績にとらわれることなく、師匠にふさわしい態度を堅持する。普及第6条、普及にあたっては伝統的な武道の特性を生かし、国際的視野に立って指導の充実と研究を促進を図るとともに、武道の発展に努める。昭和62年4月23日制定、日本武道協議会。大変失礼いたしました。大変講師ともにお忙しい中駆けつけていただきました。ご来賓をご紹介させていただきたいと思います。エコード松代クラブ代表、八田晋三様。八田様、大変失礼いたしました。申し訳ございません。それでは以上で設立式典の方を終了したいと思いますので、大変申し訳ございません。ご来賓の皆さん方もご起立をお願いいたします。では正面に一度礼、はい、お流れください。ありがとうございました。以上で式典を終了いたしまして、この後少し時間を取りまして演武の方に入りますので、それぞれの団体準備に入ってください。よろしくどうぞお願いします。